散したバンドの1日限定復活ライブっぽくて。大事な時期にごめんね。私には何も返せないかもしれないけど、私に付き合ってください。お願いします。青春って勘違いしたりわがままでいいらしいよ。あかりちゃんが3年生でイベントに申し込んできたのは私たちだけだって。今や受験生はふずきくんだけだけどね。そういえばほとりちゃんってどこの大学受かったの？言ってなかったかしら。舞浜一律よ。あれ？どっかで聞いたことあるぞ。ねえ、どっかで聞いたことあるよね。待ってるからね、ふずきくん。じゃあ、お二人は4月からも一緒？そういうことになるわね。大丈夫でしょう。だけよね。一緒のキャンパスライフ
一緒のサークル、一緒のゼミ、一緒に合コン。学部は違ったわよね。どうして私だけ別の大学なの？私がお母さんの進言を聞かずに一般入試を受けていれば。著しくは言い過ぎ。多分でも一般入試とか年明けまで胃が痛いのが続くなんて耐えられないし。ニコちゃんの青葉坂と舞浜一律って駅隣だし。そうなの？だってほらキャンパスとかいろいろあるし。あ、そっかそっか。じゃあ春からも一緒だね。どい！あ、ちょっと私飲み物買ってくるね。ちゃんとふずきくん、何飲む？まあ、私も行こうか。いいっていいって。それより飲むもの。私、ホットの家電。なかったらミルクティーでなんか。ちゃんがミルクティーで、ふずきくんが適当なのね。じゃ、行ってきます。うわ、寒い。って、あら？あなたたち。弁解あるの？そして隠蔽した情報じゃないなら仕方ないね。待てよ、ここは焼きもち焼いた方が可愛いかな。